選手権大会でもチャンピオン、そしてこの大倉山で行われた札幌ワールドカップでもチャンピオンに輝いたこの佐藤幸椰。飛んでくる飛んでくる、これもビッグジャンプだ。あ、素晴らしいジャンプの連続。135m、ミッドバッター、マイナス 8.9 ポイント、ゲートバッター、7.4 ポイント、